和田雅之と尾崎由香のワダックスレディオ。皆さんこんにちは、ワダックス企画プロデューサーの和田雅之です。皆さんこんにちは、ワダックス尾崎由香です。この番組はアニメや漫画の企画とクールジャパンを推進するプロデュース集団エクスアーツの代表和田雅之さんが尾崎由香と一緒にお送りするアニメ制作バラエティラジオ番組です。はい、今週も始まりましたが、もう7月も最終日かな。最終日、あっという間ですね。あっという間だね。もう私がこの和田クスラジオ始まってもうちょっとで1ヶ月。あっという間。いやいや、でも尾崎ちゃんだからまだピュアなままで、この大丈夫ですかね、フレッシュ、フレッシュ感。しかしね、今回はあの初のゲストをちょっとお呼びしますから、そうなんですよ、ドキドキですよ。またね、いつもと違う感じ、楽しみです。その前に、では今回も情報、アニメニュース、はい、お願いします。アニメイベントやコンサートなどの会場としても広く使用されている東京中野の総合施設中野サンプラザが2023年7月2日に閉館することが決まった。同施設をめぐっては中野区が中野駅周辺の再開発事業に伴い解体する方針を示している。7月1日2日の両日にホールで閉館記念コンサートを検討、閉館後の後継施設について最大使用人数7000人程度の多目的ホールなどを設備する方針を表明、28年度末までの完成を目指す。中野サンプラザね、やっぱり、はい、行かれたことあります？もちろん、もちろん思い出のというかね、あのライブがあったりとか、例えばあれですよ、はいはい、声優の戸松遥さんのソロライブとかも伺ったことあるし、結構声優さんイベントされますよね。やってる、やっぱね、なんか聖地な感じもあるよね。オザピアちゃんもじゃユニットで歌うか。あ、いいですね、ワダックス新曲を作るラジオでぜひやりましょう、やりましょう。中野サンプラザがあるうちに。そうですね。え、でもみんな埋まってんだろうな、きっとな。あと1年ですよ、ね、予約でいっぱいじゃないかな。じゃあ予約しましょう、ね、予約しましょう、はい、あの建物がねなくなるのはちょっと寂しいですけど、ね、まあ、きっと新しく大きなのができるということですよね、うん、それも楽しみにしています。はい、ではでは早速始めていきましょう。和田雅之と尾崎由香のワダックスレディオ。明日から8月だ。和田雅之と尾崎由香のワダックスレディオ。さて、ここで本日のゲストの方をご紹介しましょう。7分の22の川瀬宇多さん、椎名さつきさんです。はい、7分の22の川瀬宇多です。7分の22の椎名さつきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。はじめまして、ね、和田さんもはじめましてなんですよ。そうそう、はい、あのお二人とも先ほどご挨拶させてもらって、うん、はい、私も初めましてです、うん、あ、そっか、はい、あの前に 3,4 年前に7分の22さんとはイベントでご一緒したことあるんですけど、うんうん、でも多分お二人とは初めてですね。そうですね、はい、嬉しいですね。なんか本当フレッシュな感じでね、フレッシュ、ね、ではまずはですね、もしかしたらこれを聞いている方にはまだ知らない方もいるかもしれないので、7分の22について詳しく教えてもらってもいいですか？はい、私たち7分の22は秋元康さん総合プロデュースのもと、ソニーミュージックとアニプレックスがタッグを組んで誕生したデジタル声優アイドルグループです。現在リアルメンバー私たちが14人いまして、で1人につき1人担当するキャラクターも14人いて、キャラクターとその担当する声優メンバーの二人三脚で歩んできたプロジェクトになっています。デジタルってことですもんね。そうなんです。あのテレビ番組でね、あのキャラクターの方でお話されてるのは何度か見たことがあって、はい、そうなんです、うん、キャラクターの動きを担当しながら声もやって、そうなんです。あれ、いっぺんに撮ってるんですか？あ、そうです。あれすごいですね。モーションキャプチャースーツを着て、うん、動きと声をやりながら、うん、キャラクターとしてバラエティ番組もやってます。いや、すごいですね。全部が台本じゃないでしょうからね、いろいろね、フリートークもしながら、うん、そうなんです。でも総勢28人ってことですよね、キャラクター混ぜ、そうか、そうか、まあ、一進一退なんだろうけども、うん、そんな椎名さんは今年2月に加入したばかりなんですよね。はい、4月20日の、ライブツアー14の追加公演の時に最後にサプライズで新メンバー8人のキャラクターも発表されまして、その日から私たち新メンバー8人もキャラクターとの二人三脚でやらせていただいてます。ね、他の番組とかでも聞かれてると思うんですけど、最初どんな心境だったんですか？私はもう実際にステージに立ったりレコーディングをしたりするまで、うん、
あまり実感が持てなくて、こうじわじわと実感していく人間でした。 あれでしょ、あのてってれーって言ってドキリでしたみたいな、出てくるんじゃないかなみたいな、ね、そのドアの後ろにいるでしょ誰かみたいなことだったですかね。そういうわけでもないですね。こうやっぱり今までと生活がガラッと変わってったんですけど、うん、それでもやっぱりファンの方とお会いしたり、実際にライブをするまでは自分がアイドルになったとかキャラクターの声をやらせていただくとか、うん、あまり実感が持てなかったので、実際に体験してあなったんだなって思いましたね。そういうのってなんか先輩として母さんどうやって見てる感じなんですか？うん、そうですね、新メンバーの8人が、うん、すごく明るくて、なんだろう、現代の若い JK の、うん、若い JK なんかその、うん、わちゃわちゃしてる雰囲気がすごく楽しそうで素敵なので、うん、結構七虹の今までなかった空気感をすごい持ってきてくれた感じで、うんうん、その新メンバーが入るまでどんな空気感だったあの決して暗いっていうわけじゃなかったんですけど、うんまあ、落ち着いたおとなしい子が多かったので、そこに新しい風がまさに吹いたっていう感じで、結構影響を逆に受けながら、女子校みたい な、うん、なんかね、クラスの、ね、うん、中の感じで、なんか流行りとかあるんですか、七虹さんの中で。あ、結構あの TikTok の音源がグループ内で流行ったりと か、結構それこそ女子校みたいな感じで、なんか流行先取りする子がこれいいよとか言って流行ったりとか、うん、よくありますね。楽しそうですね。ねえ、なんかいいな。あ、そしてね、僕ら今ちょっと手元にほら、はい、オザピアちゃんありますよね、この素敵な。そうなんですよ、うん、そのご紹介をちょっとしていただけると、はい、今回7分の22さんの皆さんは7月27日に9枚目のシングル曇り空の向こうは晴れているをリリースされたということですが、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回はどんな楽曲に仕上がりましたか？そうですね、今まで7分の22はどちらかというと結構自分の中の葛藤とか悩みを歌ってきたことが多かったんですけど、うん、今回はそこから一歩出したような感じで、うん、希望に気がついて、で明るい気持ちになって、それをまた誰かに伝えていこうっていう、そういう優しくて温かい楽曲になっています。むちゃくちゃ説明が分かりやすい、ね、うん、それだって思います、ね、私も何度も聞かせていただいたんですけど、うん、嬉しい、ありがとうございます。アニメの、ね、MV がめっちゃ可愛いですよね、うん、むちゃくちゃ素敵、うん、あんなに動いてるのがまたね、感動的ですよ。なんか、うん、新メンバーの8人のキャラクターが多分あそこで初めて動いて、初登場、そっか。しかもあの堀口由紀子さんが披露してくださって、統一のビジュアルで動くとか、そういうのが結構新メンバーにとって初の新鮮なことだったので、みんなテンション上がってちょっと泣いちゃったりしました ね、30分アニメだとね、いろいろあそこまでぬるぬる動かないから本当すごく可愛らしいし、ファンの方もめっちゃ喜ばれてるんじゃないですか、ね、そうですよね、新メンバー8人加えて初のシングルってことは、椎名さんは初めてのレコーディングも経験された、はい、どうでした、レコーディングは最初の。もともと私は歌うことが結構好きだったんですけど、うん、集団でレコーディングをするっていうのが結構驚きで、うん、大きい部屋に入って、うん、ブースが4つぐらいあって、うん、同時に撮っていくんですよ。同時なんだ。あ、そうね、なるほどね。で同時にこう、じゃあここ歌う人、やってる間は待機みたいなレコーディングをするのがすごいちょっと驚きでした。うん、毎回七虹さんはそうなんですか？そうですね、基本的にやっぱり人数が多いので、はい、何ブロックかに分けて4人とか多くて5人とか一気に撮ることもありますね。パートごとにね撮っていく、うん、はい、本当にもう デビューしたての声優さんとかだったら、うん、お一人でねだんだんこう分かんなくなってきて泣いちゃう人とかもいるんですよ。あ、私もです。泣いちゃった？泣いたというかもう、うん、ペンをずっと握りしめてたんですよ、うん、鉛筆をスタジオに置いてあったんで、うん、もうずっとそれを握りすぎて飛ばしちゃいました、うん、スタジオでポーンって、もうそれで泣きそうでした。一歩も動けないから、ね、自分の中でペンがない、ね、なんかいろんな感情がね悩ませになる感じだと思うんですけど、でも椎名さんじゃ全然泣かず、お歌得意で慣れてたって感じか、そうだったんですかね。ですね、ただ今回はセリフを言わせていただく機会があったので、うん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 、セリフを言うのはすごいこう初めてだったので緊張しました、うん、あれね、やっぱ違うセンス、セリフといいですよね。そうそう、うん、めっちゃわかる。なんか歌とセリフってねまた違うからね。素敵
素敵なセリフばかりでしたね今回。ねえ、うん、ありがとうございます。あ、そうそう、それでね、あのお二人にあれなんですよ、リスナーさんたちからお便りが届いてて、メールがたくさん、うんうん、ありがとうございます。今回紹介しようと思います。ラジオネームスアマさんからいただきました。ありがとうございます。ゲストのうたちゃん、さつきちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ツアーお疲れ様です。新メンバーにとって2度目、先輩メンバーにとっては3度目のツアーとなりますが、うん、ライブを重ねるごとにみんなの表情が柔らかくなり、力が抜けていってるのが感じられます。お二人は今回のツアーが進む中で大きく成長できたなと実感したことはありますか？あ、私川瀬うたは、うん、あの出身が北海道なんですけど、うんうん、今回のツアーで初めて7虹が全員で北海道でライブをして、大戦じゃないですか。そうなんですよ、うんうん、はい、このグループ加入してから3年ぐらいもずっと地元でやりたいなと思ってて、うん、もう立てた時に本当にもう嬉しさと感無量で本当に込み上げてくるものがあって、うん、あの感覚は今までやってきたライブの中でも初めてだったので、うん、やっぱり地元のライブこれからもたくさんやりたいなと思ったし、うん、みんなで地元に行けたことがすごく嬉しくて成長できたなって思いましたね。あ、地元ってやっぱ特別なもんね。ありますね、うん、え、椎名さんは、うん、まずあの覚えるスピードが上がった気がします、うん、あ、歌と踊りと、はい、あの前回のツアーの時はあの私ダンス未経験で、うん、とにかくフォーメーションとか振り付けを覚えることに、うん、頭が結構パンクしてしまって、間違えたり先輩方にすごいこう助けていただいたんですけど、今回はその前回のツアーでこう自分の覚え方とかどういう風にやったらいいかっていうのを学習したので、それを活かして前回よりは覚えられてると思います。早い、2度目で大変だもんね、うん、確かにあのさつきちゃん前回のツアーの時に椎名椎名ってすごい、うん、あの振付師さんからもうなんかマークされてるみたいな感じでとりあえず私たちもさつきちゃん大丈夫かなみたいな感じでそわそわしてたんですけど、今回逆に言われてるのを一回も見たことがないくらい、すごい早い成長が、ね、すごいなって思いました。ただまあ時間があったっていうのあるかもしれない。前回は2月に入って1ヶ月ぐらいで全部覚えて、今回はもうできないって分かってたので、うん、時間を頑張りかけました。うん、体にね染み付くまで、こうそう入り込むまでいっぱい練習するんですね。フレッシュ、うん、いいですね。私はまだ間違えますいや間違うのもね、あの客席側としてはね、うん、ちょっと可愛らしいというか嬉しくなっちゃう、あ、そこそこそう分かるみたいな、うん、気持ちになる時あるよね、なんか、うん、あの親心じゃないけどね、 ありますね、うん、頑張れみたいな、うん、いいんですよ、よかった。いや、ダメかもしれない、ね、それダンスの先生怒られちゃうかもしれないけど、うん、もう一つぐらいご紹介します。あ、もう一つ、うん、いけますかね。ラジオネームひげはったのけんさんからいただきました。ありがとうございます。和田さん、尾崎さん、ゲストのうたちゃん、さつきちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。七虹夏祭り2022札幌公演参加してきました。七虹初の北海道公演で、うたちゃんの地元での開催でしたね。またライブ中にもおっしゃっていましたが、さつきちゃんにとっては初めての北海道とのことでしたね、はい、そこで初めて北海道に来てびっくりしたことや感動したこと、またうたちゃんはメンバーと地元に帰ってきたということで思い出話があれば教えてほしいです。ちなみに僕も初めて北海道に来て、雪国特有の信号機が縦だったこと、地名が読めないことに感動しました。これね、そうさっきのまさにエピソード、北海道の、ね、続きますが、うん、なんか独特な思い出みたいなことってあったりしますか？うん、そうですね、なんかあのでもこっちが今40度近くとかある日あるじゃないですか、34度とか行くんですけど、向こうが涼しすぎてもう一生あっちにいたいなってちょっと思っちゃうぐらい。あ、そっか、結構やっぱまだ寒いんですか、夏も。結構夜になると、え、寒いみたいな感じですっごく涼しくて、あのライブ会場今回ゼップだったんですけど、うん、ライブハウスで結構風通しがいいんですよ、うんうん、なのでステージの中は暑いんですけど、袖に行った瞬間本当に寒くて、うん、みんなで凍えながら袖にスタンバイして、凍えながら北海道っぽい。そうか、やっぱそのくらい温度差が結構何度くらい違うんだろうね、体感だともう10度くらい10度くらい違う感じ、違うな、風邪ひかないようにしないとね確かにそれは危ないです ね
ね、あのいやお便りね他にもたくさんいただいてるから、ね、まだまだもしよかったらあのこの後のおまけコーナーでも、うんうん、ご紹介しましょう、ね、ご紹介したいなと思いますね、うんはい、では最後にその他お知らせなどありますか。はい、7日夏祭り2022が開催中です。初の札幌福岡公演を含む全国5都市ゼップツアーです、うん、次回は8月7日ゼップ名古屋、8月11日 KT ゼップ横浜で行います。横浜公演は昼夜2回公演ですので皆さんぜひ遊びに来てください。そして8月5日東京アイドルフェスティバル2022、8月21日サマーソニック2022への出演も決定しております。ぜひチェックよろしくお願いします。おお、すごいですね。 TIFF とサマソニと両方出るんですね。はい、そして超 A&G プラスさんにて毎週土曜夕方4時から割り切れないラジオも放送中です。そちらもチェックよろしくお願いいたします。ということで本日のゲストは7分の22の川瀬詩さん、椎名さつきさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。和田正幸と尾崎由香の和ダックスレディオ、和ダックス七色セリフオーディション。ここでは総合学園ヒューマンアカデミーパフォーミングアーツカレッジの学生さんをリモートゲストとしてお招きして架空のアニメの架空セリフでオーディションにチャレンジしてもらいます。最終的に合格した学生さんには和田さんが社長を務めるエクスアーツのグループ会社が手掛ける作品の出演権がプレゼントされます。ではまず7月のテーマセリフを発表します。7月の男性用セリフはラジオネームポニョフは悪女エリカさんからいただいたこちらです。君にはまだやり残したことがあるんじゃないかとなります、うん、ではここで最初の学生さんにご登場いただきましょう。まずは自己紹介お願いします。はい、総合学園ヒューマンアカデミーフォーミングアーツカレッジ大阪校、最近暑くて飲み物が止まらない増田瑠香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまず演出を入れずに読んでいただきましょう。どうぞ。君にはまだやり残したことがあるんじゃないか。うん、これは どんな感じでなんか諭されてるというか、ね、そうね、そうね、先生なのかな、うん、どんな感じでやりました、やりました。やっぱりなんですかね、あの個人的なイメージなんですけど、うん、先生がいや何かをやめそうな生徒、まだやったこともやりきったこともない生徒の子に諭してあげるイメージでやりました、うん、間違ってなかった。合ってましたね。合ってましたね。その雰囲気出てます ね、うん、なんかね、ありがとうございます。ではじゃあせっかくだからね、はい、少しお願いします、うん、方向性を変えてみましょうか、うんうん、じゃあですね、まあ、デスゲームですね。デスゲームのクイズマスターの気持ちになってもらって、うん、脱出するためのアイテムがまだ足りてない出場者がもう焦ってるわけですよ、うん、そこに対してこう一言っていう風なことでやってもらえると、まあ、緊迫感のある感じっていうのかな、はい、でもクイズマスターだからね、あんま応援してるわけじゃないんですよね。うーん、まあ、デスゲームですからね、うんうん、そんなニュアンスでどうでしょう。大丈夫でしょうか。ご準備は。はい、お願いします。はい、ではお願いいたします。君にはまだやり残したことがあるんじゃないか。おお、悪いやつや。怖い。デスゲーム感が出ましたね。出ましたね。悪人だね、うん、全然違った。ありがとうございます。素敵でしたね。すごいね。かなり変わりましたね。かなり変わりました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。では続いて2人目の学生さんにご登場いただきましょう。まずは自己紹介お願いします。はい、総合学園ヒューマンアカデミーパフォーミングアーツカレッジ新宿校、根っからの動物好きな鶴岡亮太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。元気ね。ではそんな鶴岡さん、こちらも最初は演出を入れずに読んでいただきましょう、はい、お願いします。君にはまだやり残したことがあるんじゃないか。おお、すごい。急に男らしさが、うん、びっくり、えらい変わりましたね、うん、全然地声と違いました ね。どんなイメージでやられたんですか。はい、主人公が新たな旅立ちの際に、うんうん、あ、まだやらなきゃいけないことが残ってるのにそれをすっぽかしていってしまうのを引き止める大人びた先生役をやってみました。先生だ、ま、たねえ、うん、いやなんかイケボ
ね、イケメンでした ね、うん、すごい楽さがね、背の高さを感じました。そうそうそう、確かにガタイがいい感じ、うんうん、すごい全然違いますね、地声と、うん、じゃあ私演出入れていきましょう。ぜひぜひ。はい、愛犬の散歩中にまだうんちしていないのにもう家に着きそうになっているので、飼い主が愛犬に対して言うセリフにしましょう。はい、はいはい、ではご準備はいかがですか。大丈夫です。ではお願いします。君にはまだやり残したことがあるんじゃないか。おー、かわいい。何歳ぐらい、だいぶ年齢が幼くなった ね、うん、ね、10歳ぐらい、15歳ぐらいかなって自分で思ってやってみました、うん、確かに小ささを感じました ね、うん、少年がね、なんかワンちゃん連れて散歩してる感じ、うんうん、かわいらしい、うん、いろんな七色の声がありますね。すごいね、なんか、うん、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで増田さん、鶴岡さん、ありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーで使用する男女別のセリフなども募集しています。どんどん送ってきてください。ということで以上、ワダックス公開オーディションでした。和田正幸と尾崎由香のワダックスレディオ。お届けしてきました和田正幸と尾崎由香のワダックスレディオ、そろそろおしまいの時間です。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールはワダックスアットマーク joqr.net まで。またこの番組の公式ハッシュタグはハッシュタグひらがなでワダックスです。そして番組公式 YouTube ワダックスチャンネルもあります。こちらでは番組本編と映像付きのおまけトークがお聞きいただけます。チャンネル登録よろしくお願いします。今回のおまけは七虹のお二人とまだまだお話を引き続きしていきたいと思います、うん、詳しくは番組公式ツイッターをご覧ください。さてここでお知らせです。私尾崎由香ですね、朗読劇吸血鬼ドラキュラエターナルラブに出演いたします。日付が8月21日お昼の12時30分からの公演です。場所は東京 FM ホールさんにて開催されます。共演者に葉山翔太さん、中島よしきさん、中澤雅智さんです。私はミナ役で出演いたします。チケットの詳細は SNS でご確認ください。和田さんはありますか。はいはい、僕はね引き続きですけども、フードデリバリーサービスのメニューが、はい、今ワンピースレストランと絶賛コラボ中なので、よかったらぜひこの機会に注文してもらってグッズをゲットしてもらえたらと思ってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと、ね、今回お二人ゲスト来ていただいたので、うん、サイン色紙のプレゼントキャンペーンがあります。サインがいただけるということで、いただけるということでありがたいですね、本当ね。で、詳細はワダックスラジオの番組公式ツイッターを見ていただけたらと思うんですが、はい、この後ねまたあの番組のブログとかツイッターでもお写真含めて紹介できると思うので、はい、どうぞお楽しみにです。ということでお二人、さてさて、うん、今日どうでした か、 でしたか、ね、あっという間でしたね。あっという間ですよね、本当にね、話し始めると本当、うん、さあここから乗ってくるぞってところでね、そうなんです、ね、お時間になってしまう、まだねメールもたくさんあるので、うん、ね、後であの動画でいっぱいご紹介したいですよね。行きましょう、話聞きましょう、うん、普段でもラジオお話慣れてますよね結構ね、うん、あ、私は結構聞くのも好きで、うん、あの聞きながら、うん、そうなんです、勉強したり、うん、実はこっそりしてるので、うん、はい、今回も出演させてもらえてとても嬉しかったです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。椎名さんは、うん、私はあのラジオ聞いたりはするんですけど、うんうん、出演するのはまだ数回なのですごい緊張してるんですけど、うん、こういう機会を得て学んでいきたいと思っています。あの慣れというのは怖いものでね、このフレッシュさがだんだんなくなってきたりするからそう、取り戻せなくなっちゃうから取り戻せなくなってしまう今が貴重、貴重なわけですよ。一番貴重です、はい、ね、素敵なお二人に来ていただきましたね、うん、で、来週はですね、はい、あのソニーミュージックレーベルズからあの神戸勝馬さんがゲストに来てくれますので、うん、そちらもお楽しみにしていてください、はい、ということでここまでのお相手は企画プロデューサーの和田正幸と尾崎由香と7分の22の川瀬詩と7分の22の椎名さつきでした。ありがとうございました。この番組は株式会社エクスアーツと
総合学園ヒューマンアカデミーの提供でお送りしました。